スーパーリーグは北半球における最高位のラグビーリーグクラブ競技会である。スポンサー名を冠してビットフレットスーパーリーグとも呼ばれる。12チームが参加し、2020シーズンの参加チームはイングランドから10チーム、フランスから1チーム、カナダから1チームである。1996年3月、ラグビーフットボールリーグチャンピオンシップを置き換える形で、 シーズンを夏から冬に移行して開幕した。2008年シーズンまでは12チームだったが、2009年シーズンから2チームが加わり14チームで行われ、2013年に再び12チームに戻った。各チームは2月から9月の間の29試合を行う。内訳は、ホームアウェー方式による2回戦争あたりの22試合、マジックウィークエンドの1試合、 リーグ順位によって決定される6試合のループフィックスチャーである。上位5チームがプレイオフシリーズに進み、グランドファイナルでチャンピオンが決定する。グランドファイナルは例年10月の第1土曜日にマンチェスターのオールドトラフフォードで開催される。最下位の1チームはチャンピオンシップに降格する。グランドファイナル優勝チームはオーストラリアのナショナルラグビーリーグ優勝クラブとの 世界一決定戦であるワールドクラブチャレンジに出場する。A、スーパーリーグの創設メンバー B、1996年から全てのシーズンに参加し、ンファを結成した22クラブの一つそれぞれのクラブの最大外国人戦手数を制限する海外クォータが1996年のスーパーリーグ開始以来存在する。しかしながら、欧州連合パスポートを保持する、 あるいはコルパック判決の下できた海外選手はクオータに加算されない。これによって同じクラブの非英国籍選手の数はクオータを大きく超過することとなった。スーパーリーグにおける外国人選手の数の増大への懸念に応答して2007年 RFL は自前の選手を育成するようクラブに奨励するためホームグローン選手ルールを導入する計画を公表した。 2017年時点でスーパーリーグのクラブが登録できる海外選手の数は5名までである。さらに、スコットも非連盟内育成選手の数は最大7人に制限されている。サラリーキャップは1998年にスーパーリーグに初めて導入された。このルールでは、クラブは収入の50%までを選手の賃金として使うことが許された。 2002年シーズンから以後、リーグ内のクラブの戦力の均衡を図るため、サラリーキャップの額が180万ポンドに固定された。スーパーリーグは、リアルタイムサラリーキャップシステムの下で運営されており、クラブのサラリーキャップは、シーズン開始時とシーズン中ずっと計算される。2017年、スーパーリーグのクラブは、翌3シーズンにわたって、 サラリーキャップを上昇させる提案を承認した。サラリーキャップを2020年までに210万ポンドまで上ることになる。クラブは2人目のマーキープレイヤーと契約することも許される。スーパーリーグとチャレンジカップの試合の前、それぞれのクラブは試合の2日前の午後2時までに試合に登録する19人のスコットを発表しなければならない。 1996年のスーパーリーグ創設以来、これまでわずか4チームしかリーグ制覇を成し遂げていない。また、グランドファイナルに進出したのも合わせてわずか8チームである。リーグリーダーには7チームがなっているが、グランドファイナルに進出経験がないのはわずか1チームのみである。これは創設以来、スーパーリーグでプレイした23チームの中で、 グランドファイナル進出あるいはレギュラーシーズンを主位で終えたのはわずか9チームしかいないということを意味する。比較として同時期のオーストラリアのナショナルラグビーリーグでは12の異なるクラブが優勝し15の異なるクラブがグランドファイナルに進出した。2009年から2014年までの間チームはスーパーリーグでプレーするためにライセンスを申請しなければならなかった。これは スーパーリーグとチャンピオンシップとの間の自動昇格が存在しなかったことを意味した。これはチャンピオンシップのクラブにとっては不人気だった。このシステムの結果としてカイディビジョンの観客数は下落した。これはクラブがチャンピオンシップを優勝するインセンティブがないとリーグに魅力がないと感じられたためである。またカイディビジョンのクラブが スーパーリーグのクラブと対戦する機会を得られるのは、チャレンジカップの初期ラウンドのみだった。カタランロンドン・ウィガン・サルフォード・レッド・デビルズ・セント・ヘレンズ、ウォリントン・ハルハル・ KR、カッスル・フォード・ハダーズ・フィールド、リーズ・ウェイク・フィールド・スーパーリーグと24チームの、所在地、スーパーリーグに対する、もう一つの批判は、ほとんどのチームがヨークシャーとランカシャーの間の、ラグビーリーグの中心地に位置することである。 伝統的な中心地であるイングランド北部以外からスーパーリーグでプレーしたのはカタランドラゴンズとロンドンブロンコーズだけであった。ウェールズのクラブであるノースウェールズクルセイダーズは2011年の創設以来リーグ1でプレーしている。リーグの拡大はスーパーリーグが作られた時の RF l の重要方針だった。上述したチームと共に パリ・サンジェルマン・ RL がリーグ開始時から参加したが、興味と投資の欠如のためわずかにシーズンで解散した。また、ノース・イースト・イングランドのクラブである、ゲイツ・ヘッド・サンダーは1999年に創設され、1999シーズンの1、シーズンのみ、スーパーリーグでプレーし、春 FC に吸収合併された。リーグ拡大は、カイディビジョンでも行われてきた。現在、 チャンピオンシップには一つ、リーグ1には8つのエクスパンションクラブが存在する。2015年、トゥールーズオランピックのリーグ1への参入を承認されたことが発表された。2016年、カナダのトロントを本拠地とするチームのリーグ1への参入が承認されたことが発表された。トロントウルフパックは2017シーズンにプレーを開始した。 これによって一部から三部まで合わせると四カ国に大陸からのチームが参加していることも意味する。ありがとうございます。